粉っぽくなった間違えた。こんばんは。皆さんこんばんは。こんばんはに。ワンコロロン。ワンコロちゃん。コロコロリン。はい。あ、腹が鳴ってる。今日はあの。すごい、やっぱ油が、はい、できました。もうね、めちゃめちゃ髪がボッサボサなんですけど、これ今日やってた髪型なんですよ、今日の撮影で。そう来た撮影は楽しかった。撮影はね、でもいつも撮影は楽しいですね。今日はあの TikTok の曲がよく流れてました。で流れてた曲、まあ、目の前で歌い出したのさみたいな、ああ今夜そういう今夜今楽しみたてレイヤーミュージック世界を変えるよとかっていう曲、あの TikTok 見てた人とかだったら分かると思う。あ、そうなんですよ、六本木アイドルフェスティバルさんの方になんとあの瀬戸内 PR 舞台で出させていただくことになりました。やった。嬉しい。ね、アターフェスティバルの方、フェスティバル？フェス？に出させていただくことができてすごい嬉しいです。こっちは本当に終わります。 ST48 をもっと広めていけるように頑張ります。これが STU フェスティバル、みんな一緒に大きな声で歌う、歌おうぜ、振りを真似して踊りあくそう。めっちゃ鼻詰まってるんですけどそう、チームメイトさんもいますね。そうだ、こチームメイトさんと一緒だから話したいなって、会えたらすごい、めちゃめちゃ嬉しい。会えたらお話ししたいなって。そう、内面の方もいらっしゃるので嬉しい。この間やっぱあの対バン一緒にさせていただいたので、またお会いできるのがすごい楽しみです。お話がまたちょっとしたいですね。あの あんまできなかったのでやっぱり
いっぱいギフト投げてくれてみんなありがとう。ごめんね、拾ってなくてずっと。で今日ね、今日さ、結構、まあ、朝から外出るって言ったじゃないですか。でも、まあ、別に朝から外に出るわけじゃなかった、出るわけじゃないんだけど、まあ、外に出て私マックに今日行ったんですよ。でそしたらもうめっちゃ寒くて、なんか冷房効きすぎじゃないって思った。めっちゃ冷房効いててからめっちゃ寒くて、わーい寒すぎーと思ってたんですよ私。気持ちを届けたい。ワンステップ、ツーステップ。あ、やばい。私これめっちゃ苦手なんよ、こっち。このね、マジで。ここのね、毛の。跳ね方がマジで分からなくて、あっあちょっと苦手、むずい。兄さんのアニメ見て、兄さんのアニメ、なんだ兄ちゃんの、イラスト、イラストだね。嬉しい、見てくれました。どうでしたか、かっこいいですよね。いやめっちゃ上手くない、マジでね。これマジで自慢したいんだよ。うまくいかない、こっちはどうやってもうまくいかねえやつらい。強行突破、はっ、どこ見たん、つらいよ。そうお兄ちゃんほんまにうまいんですよ。そうそう、なんか皆さんに知っていただけて嬉しいです。はい、もうダメです。なんでなんでなんで、なんで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 、ねえ思いはどうして踏みにじられる、愛は危険、こうなってくれたら嬉しいのに、キョンってなる。私聞いたよ。こうなってくれたらいいけど。そう。
梅崎もね。そうね、ストレートアイロンがめっちゃ楽なんだけど、ストレートアイロンで負けたくないんですよ。なんか画面暗くなった。ストームで聞きましたよ、ありがとう、嬉しい。ストームで聞いてくれてありがとう。あ、もうぐちゃぐちゃなってきた。なんかしかもなんか長い毛混ざってるし、もうしまっちゃうって。もうダメだ、もう癖ついちゃってる。そうマジでね、このアイロンはマジでやけどします。本当に私このアイロンであの太ももやけどしたんで、このアイロンのせいなんです、やけどしたのは。なんでメイクしてんの、なんでメイクしてんの、可愛くなりたいからメイクしてるの。皆さんに可愛いって思ってもらえるようにメイクしてるんだよ。そう、そこのあなたもね、ちょっと感じたな、惜しい感じ。なんか長い毛あるんだけどめっちゃやだ。高っ、しかも私でもない笑い声めっちゃ高すぎし、今の高かったよね。十分可愛い、ありがとう、嬉しい。私には味方がいっぱいいる、信用、信頼、信頼してくれる仲間がいる。ラブリアコ、こじらせてしんどい、愛してるのファンだけど、変わらないわけじゃん、誰かに嫉妬して落ち込んで、愛してるのファンだけど、普通の恋と変わらないわけじゃん、イベントあるしすぐ会えるよね、他の声のファンさはほどほどにしてよね。キジジさん、ハートありがとうございます。ハート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 、カラオケ歌ってほしい。嘘、何歌う？天城越え。急に天城越え歌いますね。持ってるね、なんか投資のある。私ヴァンパイアイノスチャテイノ、もう無理もう無理なんて歩いくだね、試したいな。すごいいっぱいふさ、ありがとう、流れます、いっぱいで吐きたい。
ヴァンパイア。青いレモン。青いレモン。ジャブジャブと洗って、そっとかじった。ああ、友情は違うね。いつしか違うね。これは私2番歌ってない？ワシントン割りだよね。いや、合ってるか。突然走り出したくなった自分の曲なのにね。まだまだ答えは見つからないけど、僕はあの空と追いかけ続けるだろう。そう、これ育てるんですよ。ほら、育てようかと思って。かぶりついた時のほとばしる果汁が若さだ。少しくらい制服やあたりを汚したって構わんものか。青いレモンを丸ごと一個食べ終えて、僕は幸福感に満たされる。酸っぱさも苦さも人生なんだ。4時バージョン、4時バージョン難しいよ。こんな4時言わないもんだって。青いレモンはあるごと一個ゆいてぃ。僕は格感に満たされる満たされるで、これくらい制服やあたりを汚したって構うものか。これちょっと違くなってくる。だんだん違うものになってくる。こういうのがみたいな。見てちゃれる。フーパーさんもスパーさんもニガイさんも人生なんだ、人生なんだ。高い高い。ものすごく高い。かわいい？かわいい？ピオ、ピオは え、ピオは、ピオの言い方だとなんだっけな。青いレモンも丸ごと一個食べ終えて僕は幸福感に満たされる。あざも苦さも人生なんだ。人生なんだ。ちょっとふざけてる時のひなですね。あ、でもひなのなんだっけ、ほっといてよ、うざいんだよ、どうだっていいじゃない。私のことなんか好きなんですよ。ほっとって、うざいねどうでもええやん、うちのことなんか。カサベバージョンだよ。
すめマジです。さっきやってた、嘘やってた。うざいね、やばいよね、ちょっとうおって。ほっとってはまだいいけど、うざいねん、どうでもええやん。そこの辺がちょっとおおおお圧力にやられるって感じ感じじゃない、ね、あっ、から返ししたとのさっき、あ、そうなの、お疲れ、距離置きます。真面目に距離置きます感じでね。まあ、みすぞ、みすぞ食べたい、みすぞ、みすぞのドーナツ新しく今出てる。ひなちゃんの七並べちょっと忘れちゃった。ひなちゃんの先輩、それ起きだった。それ起きっぽのやつだったわ。好きな人ですか？いますよ。身長が高くて、身長が高くて、うーん、笑顔が素敵で、あとはコメディアンで、あ、七並べが強い人。STU48 の七並べ。あ、そうだ、なんか帰り待ってミスド出るみたいな書いてた気がする。そういう、バーストしちゃった。こんなんじゃない私。ミオの CM のセリフ、好きな人ですか？いますよ。かっこよくて違う、あれなんだっけ、笑顔が素敵で優しくて七並べが強い人。終わり。トンネルだよ、ちょっと違うね、トンネルだよ、違うな。そんな塔が立ってない、トンネルだよ。あ、キジさん、バラありがとうございます。ね、本当にあれ新しくしてほしい、本当に変えてほしい、本当にあれも一生使うの嫌なんだけど。出して、あー、はい、ノーハイ、よい、悔しい。あー、でもまあ似てるんじゃない。確かにあれはあれでね、なんかまあ聞いときたいみたいな感じあるけど、なんかでも今多分全然違うからね。よーい、悔しいとかだと思う多分今。トンネルだよ、トンネルだよ、一緒に1位になれて嬉しい。ちょっと待って、裏返るんだけど。4位はよく聞く。4位なんだね。ちょっとダメだな、もうちょっとダメかもしれない。一緒に1位になれて嬉しい。ちょっと声変わりしたかもしれない。そんな嬉しい高かったっけな。嬉しい。
私は。うれしい、楽しい、悲しい。うん、ラッピーさん、ふうさん、ハントありがとうございます。まことくん、るん、空色の短冊ありがとう。 STU48 の七並べ、並べが、キリンさん、あ、ハイビスカス、ありがとうございます。あ、かき氷、ふみさん、あの頃は、あ、15歳かな、多分15歳だった気がする。ヒラッピさん、ハートありがとう。木造小島さん、ハッピューハッピューハッピュー、ありがとうございます。そうだ、お兄ちゃん大好きって言ったところルルルルですよ。お兄ちゃん大好き、の喉が鳴った。お兄様、私はラビなんか今だからこそ結構こう、まあ、バッとできるとかあるよね。でもお兄ちゃん大好き、ほらなんかもうパッと全てをさらけ出せるっていうか、別に全てさらけ出してるわけじゃないけど、お兄ちゃんのイラストありがとうございます。嬉しい。お兄ちゃんがまたなんか描き始めてました。今日ナリタブライアンとシンボリドルフ、あれなんだっけ、スリークランを描くらしいです。サニー描くらしいです。ちょっとアニメ見てないんで、あれなんですけど、ハマっちゃったバラ、ありがとうございます。ダノーさん、ハト、ありがとうございます。そう、私北さんブラックのねコスプレがしたいんですよ。キジジさん、ハト、ありがとうございます。ハト、これ栽培しようと思って、栽培ライトないけど大丈夫かな。栽培ライトないとできないんじゃね。いちごは、はいはいはい、カレンちゃんです。違う、ちょっと違った、なんか違うね。 TO ステップが一番似合うじゃないわ。声が出せるんですよ。あ、さっきまでグラスワンダー、当たったグラスワンダーを触ってたんですけど、はいみたいな感じのね。グラスワンダー参ります。どう生きてたかな。全員スカイの声わからん。どもどもーみたいな、どもどもナリタブライアン聞いたことないんだよね、私まだ。エルコンドルバサーみたいな
わかんないんですよ。じゃ誰が欲しい？私はでもやっぱ帝王ですね。東海帝王が一番好きです。だけどなんかビジュアルで一回パッと見た時に、あこの子いいなってなったのがナルタブライアン。間違えました。ミオノブルモンです。私がダイバスカーレットよみたいな。わかんない、ちょっとエルが一番でーす。爆心爆心。ブルボンブルボンブルブルボンブルブルブルボン。春うらら春うらら春うららってさ、春うららって言うんだよね。春うらら頑張りますみたいな優等生ですから、勝利した時のね。ゴルシゴルシゴールドシップ、ゴールドシップどんなんだっけな、呼んだかみたいな、おう呼んだかみたいな感じだね。マヤのトップガン、間違えた、アヤのトップガン、どんなんだっけな、うりゃー確かにそうなの。君の愛はバツキュンとキュン、胸が鳴り間違えた、走り出しバキュンムキュン、ダイスかけてゆくよ、こんなレースは初めて、前のトップが、あ、あってた、ムキュンズキュンとキュン、胸が鳴りバキュンムキュン、大好きだよ、今日も奏でるハッピーハッピーダリン、321 ゴーバイ、ウピウピハニー、321ウフー、友達うまぴうまぴょい、うー好きなちうーうまぴょい、うまっぽい、うまうまうみゃうみゃ、321ゴー、イマジー楽しかった、運動会。のずみやごさん、まことくん、ルン、ありがとうございます。君の色に染まるよ、こんな星座ダメだよね、うー、あたらしじゃんけん、じゃんけんバイバイ、今だけにうまかった、花束ありがとうございます。旦那さんもハートありがとう。皆さんぜひあの星を集めてってください。任務を短冊集めてますか？集めてますって言ったらな、どうなりますか？ねえねえみゆちゃん、なんだい、にゃんにゃん、エビフィア、うま、ありがとうございます。今日決勝版、みんな行くよー、さあね、勝手な行動しないこと、他の子と喧嘩しないこと、みんな気をつけよう。
キジジさんかわいい、ありがとうございます。と太郎くん、あ、流れ星だ、ありがとう。あ、すごいね、ここにね、この、あ、これ何個か食べたんです。人格が食べたくて食べたくてしょうがないってなる。今なってる、なってるな。あ、そうでね、今日さ、今日あのお弁当持ってったんですよ。そう、今日もまあね、あの普通にお昼ご飯のお弁当を持ってったんだけど、あの初めてゴーヤをちゃんと、ゴーヤとちゃんと向き合ったことがなかったから、ゴーヤ食べようと思って、でゴーヤを入れたの。ゴーヤ、椎茸、間違えました、えのき、キャベツかなを入れて、ちょっと今回は挑んでみたんですけど、ゴーヤがマジで苦すぎて、なんかあの下処理を全然しなくて、しないままポンとやっちゃった、やったらもうマジで苦くて、ちょっとゴーヤだけこう覗いて食べちゃったんだけど、でもそれでもゴーヤのエキスがもう広まってて、はぁーってなりながら食べてました今日苦い思い出でしたね、苦い思い出がちょっとできました。はい、すっごい苦くて、まあ、ちょっと下処理とかちゃんと苦みをこうなくするようなことをしたら多分大丈夫だったんだろうけど、もうそんなん一切なしにパン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 みたいな感じでこう入れちゃったから、もうそのまま苦いのがふわーなりましたね。もう本当に苦かったです。なのでもうあのゴーヤ卒業しようかなと思ってそう、とろみがね、そうツイッターにゴーヤチャンプル食べたの見てて、あ、やばいと思って、これ運命感じたと思いました。めっちゃまつげが、慣れすぎて怖くね、充血すごいしそうからもうちょっとゴーヤチャンプルを入れるのやめようと思いましたね。あ、そうでさ、またね私刺されたんですよ、虫に。でもこれは今回蚊だと思う、蚊に刺された。やっぱりね、今まで噛まれたダニだ私嫌なんだけど、辛い。ダニに噛まれてたとか、なんか自分家にやっぱダニがいる、やば、それダニはさ、そりゃいるだろうけど、なんかちゃんとこう直面するとめちゃめちゃ嫌ですね。多分ダニだったと思う、私が今までね噛まれてたのね。うん、多分ね、いやまあ本当のやっぱ正解とか分からんから分かりませんけど、もうでも絶対ではないかもしれないけど、なんかもうダニっぽいもん、ダニっぽいなって思った、思い始めました。もうあ、バルさんだけな、そうなんかママがやってました。ママがシーツとか洗ってくれて、布団の、あ、普段の、こんばんは、ジェフ、ハロー。やばー、それいいね、ダニ取りのね、それいいね、ロボ、ダニ取りロボめっちゃいいじゃん。ダニ掃除してくれるんでしょ。やばい、壊れてる、ドアが外れてる。猫飼いたい、猫かウサギ飼いたい、ウサギか犬、いやウサギだなウサギ鳴かないし、そう、赤にしちゃった。
いいよ、だって。やばい、ペッパーくん買ったら強すぎでしょ、それはもう。うん、なんかね、うさぎはママがさ、ずっと「まあ飼いたい、ずっと飼いたい飼いたい」言ってたのもあるし、ちょっとあの駆手、駆手を見てめっちゃ可愛くて、私も飼いたいな。私は黒の耳が立ってるウサギが欲しい。ちょうどでもそのウサギがいているんですよ、その近くの。可愛がりたい、面倒見たいなって。でもね、なんで私犬は別に今まで飼いたいって思ったことなかったんだけど、なんで飼いたいって思ったかっていうと、一緒に散歩ができるからなんだよね。それめっちゃ嬉しいなと思って、朝やっぱ一緒に散歩行けるから、一緒に行けるじゃん。私もジョギング行きたいしで一緒に行けるしみたいな、めっちゃいいじゃんと思って。それでも朝配信では映しませんよ、型として。型とて多分自分の部屋に置くかどうかもわからないしね、多分置かない気がするけど、そのスペースがない。置きたいのは山々なんだけどね、めっちゃ。いや、置くわ、ここに置くわ。じゃあもうここに置きます。私決めました、もう私ここに置きます。ここか、ここに置きます。でもここは多分コードがいっぱいあるんで、ここに置きます。買うとしたらね、買うとしたらの話よこれ。もう買うと決まったわけじゃないからね、これ。でもピッちゃん、結局ジュンちゃんが全部世話することになりそう。いや、結局じゃないよね、もうあの元もう最初からもう私はこう傍観者みたいな感じ。可愛いね。私はこう見守る係、成長を見守る係。でもあのおやつとか私食べさせるからどん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 ブクブクしていく。クジがどんどんブクブクしていく、私の代わりにブクブクしていくみたいな。そう、見つけつけちゃうんですよね。ラップさん、ハートありがとうございます。ハートハムスターはね、ママがうるさいからダメって言ってた。カラコロうるさいから、カラ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 うるさいから。クラゲ独特、幻想的なお家になりそうだね。チワワいいね、かわいい。
今日さ帰ってきた途中にその散歩をしてるマダムがいらっしゃって、そうね、わもうワンちゃんがチワワだったんだけどめっちゃ可愛くてちっちゃくて、ワンちゃんもいいなって思ったんですよ。ハムスターのがうるさいな。ハムスターはうるさいよね、カラカラするから。ウサギはしないからね。もうウサギもほとんど何もしない、ほとんど言うてそんな何もしへんからめっちゃ楽で、めちゃ楽だと思う。そういえばメダカ飼ってたよね。めちゃめちゃ前の話するねそれね。うん、飼ってたね。メダカいつの間にか干からびてましたけど、干からびたね。ちょっと死んじゃってたけど。さっき食べてるとこ可愛いよね。わかる、可愛いなって思ったよ。そう、そう流されていったやつね。さよなら。お掃除してたら流されていっちゃったよね。ジュンジュンが。やめてやめて。カブトムシね、飲みがすごいからね。飲みだっけあれ、飲みだっけ、飲み、飲みじゃない、なんだっけ、ダニ、なんだっけね、虫がさめっちゃ湧くじゃんね、あれめっちゃ気持ち悪いじゃん。なんだっけね、あのカブトムシのここのこの辺とか裏側にね、野生で取ったら取ってきたやつとかだったらなる。私多分野生で取ってきたやつばっかり育てたから、いやちっちゃい虫はちょっと苦手なんですよ。何するか分かんないじゃん、ちっちゃくて見えにくいからさ、場所も把握できないし。無視しすぎ、虫だけに。今日教室に雲出て騒ぎまくった。うん、あすみちゃんが。かわいい。私雲出ても、いや雲出たらちょっと騒ぐわ。どうある？多分。雲だよ。ちょっともうちょっと可愛い姫がいいな私。やだ、雲、雲だわ。ちょっと誰か捕まえてくれません？
なんかもう怖すぎて声出ないっていうパターンもあるよね、放心状態みたいな。私もさ、なんか怖いもの、怖いさ、あのゲームとかのさやつとかも、実況とかもさ見ててもさ、うわーみたいなさ時もあるんだけど、うわーびっくりしたーみたいな時もあるけど、でももう本当にびっくりしすぎたみたいな、ビガーンってなるだけみたいな、抜きみたいなあるじゃん。そう、もう固まっちゃうんだよ、もう怖すぎて。もしね、本当に一回あのひなと一緒にね、ユニバのハロウィンのやつでチャッキーのなんかやつを行ったんですよ、お化け屋敷みたいなやつを。で行ってたんだけど、もう本当に怖すぎて、もう私本当にそういう幽霊とか、幽霊っていうかそのお化け系というか怖いホラー本当に苦手で、でも好きなんですよ。で興味は持つんだけど、すっごい苦手で、でいざなった時に本当に怖くて、もうずっとひなにくっついたまま、もうずっとひなここにいて、こうやって打ってくる。でここからバーって来たんですよ、もう私のもう真横からバーって出てきて、うわーって。もういつもね、私のそのダンスのちょっとスキルがここでちょっと発揮しちゃったなぐらいのレベルでなって、もう本当にびっくりして、もう無理無理無理って出してました。おしゃ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 。そう、もう本当に怖いんですよ、怖かったんですよ。あ、もう本当にちょっと苦手なんです。そう、ひなはね、そうで大丈夫なんですよ、ホラー怖くなくて。でもあのピエロだけは苦手なんです。ピエロ以外は全部いけるので、ひなもうちょっとすごいなと思います。すっごい普通に、なんかあれラタタ、そのラタタなんですよ。ラタタラタタタタタ。ピオが守ってくる。そう、物理攻撃では私が守るけど。ジェットコースター余裕ですね。余裕じゃなかったんだけどね、今までは余裕になりました。プレファイブ買ってバイオハザードブリッジ、絶対嫌だ。絶対やりたくない。絶対に嫌だよ。もし本当にプレイはしたくない。あの見る線、あのゲーム実況さんのやつとかは見るんですけど、それしか見たくない。それしか見れない。うん、やろうと思わない。もうね、やったら一個も進まんもん。だってもう怖すぎて。もうコントローラー動かない、もう私だから無理です。そう、もう多分ね、銃も全部外す。銃弾全部外すと思うから、私無理だよ絶対に。こういうのをあの妹さんとかに出されたら、多分もう全然進まないと思う。もうカット、あ、もうもしかしたらあの終わらない、終わらなくてもう企画終了かもしれないレベルで。デッドバイデイライトはいける。デッドバイデイライトはやったことないけど、でもあれはいける。アイデンティティと同じだから、第五人格とほとんど一緒だから、あのデッドバイデイライトは DVD は、だから DVD はまだいけるんですよ。まあちょっとやっぱ追いかけられるっていうその続々感はあるんだけど、でも DVD は DVD で DVD はいけます。
やばい、バイオハザードは部屋を真っ暗にしてやると雰囲気が出ます。 M なの？いや、よくそれやろうと思うよ。私本当に無理だよ。ゾンビと合わせたびお金もらえず、いやそれはやばくない？それはもう簡単すぎ。だってゾンビ1体倒したらお肉もらえるんでしょ。いやそれやる、それだったらやる、もうやります。お肉じゃなくても、あ、お肉がいいな。ふっさん、レインボースターありがとうございます。どこちゃん当初出たいです。めちゃめちゃ楽しそう。あれめっちゃ昔から出たいと思ってた。うん、それいいね。なんか言ってみよう今度妹さんに。いや私が言うって。現地どこだろうね。もっとこう想像では読売ランド。でも富士急行きたいです。私富士急めちゃめちゃ、でも一番行きたいのはユニバー。ユニバーは一回やばい、十分じゃ行きたい。行きたいけど、でも富士急も行きたい。富士急か読売ランドぐらいしか知らないっていうか。めちゃめちゃ行ってみたいです。富士急とかドドンパとか乗ってみたい。ドドンパしか知らないんですけど逆に。ドドンパ乗ってみたいとか言ってもドドンパしか知らなかった。あと戦慄迷宮、あれお金かかるよね結構ね。あ、スパ、長スパ、うん、なんて読む、え、なんかね一回ね、なんかどっかなんだっけな、忘れちゃったんだけど、いや YouTube でかな、なんか海外のなんか遊園地かなんかの動画が上がってて、それを見たんだけどめっちゃ怖かったの。お化け屋敷みたいな、海外のお化け屋敷がもうマジで怖かった。リアル、超リアルだった。やっぱ海外ってなんかちょっとすごいなと思います。私があのチャッキーでなんかわーわー言ってたのもぬるいなと思って。だからといってまあ行こうかなとは思わないですけど。でも私そう海外のそうユニバーも行きたい。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド USH か。なんかユニバのそのハリウッドのユニバの方のジュラパ、ジュラシックパークザライド、ザライドなのか分からんけどがめちゃめちゃなんか日本のやつもすごいいいんだけどとまた違った良さがあって、そのそっちの方ではまず最初にあのジュラシックワールドの方で出てたんだけど、その時に出てた あの水流のめっちゃでかい恐竜がいるんですけど、それが出てきて、で そいつがこう水を私たちに浴びさせられるんです。そいつからバシャーンっつって、そこがそこでもう水かけポイントある。でなんか後半はでもジャパンの方が好きだったかな私、後半の感じ。でもまあほとんど一緒です、ほとんど。でなんかハリウッドの方はあの車が落ちてくるシーンがあるらしくて、ウィーンガチャーンみたいな、まあ、これがジュラシックパーク1ですね、一番最初の時にあった車が落ちるシーンなんですけど、そこの多分やつをやってるんだと思うんですけど、 それがでも毎回落ちるんじゃないんですよ、不定期で落ちてくるらしくて、まあ、それがなんかいいなって思った、だった気がする。
面白そうだなって。あとはあのなんか今すぐ引き返してくれみたいな、なんかちょっと映像が流れるんですけど、その映像に映ってる人があのジュラシックワールドジュラシックワールドのに出てくる主人公の方がそこに映ってて、めちゃめちゃそこで湧いた。えすごい、そこ映ってるんだと思って。日本は違うからさ、すごいなって、そこが嬉しかった。でもハリアットはやっぱハリアットとかあの海外のやっぱユニバーもディズニーも多分そうだけど、でかいよね基本的に。そりゃいいね。ノリモスハートありがとうございます。ヨイチさんドレマありがとう。キーチーさんアイスありがとうございます。とかやっぱね、海外はさ、まあ、それの他にもやっぱ全部でかいからすっごい嬉しい。食べ物とかも全部でかいから、いやー嬉しい。私はさ、人多分普通の人よりかはちょっと食べる方だと思うの。だからちょっと嬉しい。流れ星ありがとう。ナオナさん、バタフライモンキー、レインボースターありがとうございます。さまよい人、さまよっているんですか。あなたがたどり着く場所はここですよ。なんじゃって。キジさんバラありがとうございます。ポンタハトありがとうございます。ユミュー体験ユニバーサルの旅は、来年の3月ですね、誕生日。マイバースデー、皆さんからのハッピーバースデープレゼント、お待ちしております。最近みゆちゃんの TikTok にチャチしたが、あ変態です。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい、見てくれてて。はい、ではちょっと私の配信は早いんですけれども、1時間経ったので、配信も終わろうかなと思います。皆さん配信見てくれてありがとうございました。なんか今日はあとのっぱい、嘘、嬉しい、ありがとう。今日は皆さん一日どうでしたか。一日の過ごして、私は撮影があったんですけど、まあ、そこで携帯がない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 と叫びながら叫んでみんなに探させて、あげくの果てになんと自分のバッグの中に入ってるっていうねことがあったんですけど、まあ、撮影自体はすごいスムーズに、スムーズかな、でも進んで、とても楽しく今回も撮影させていきました。で、皆さんまた写真が上がるのを待っててください。私撮った写真はゼロなんですけど、はい、動画シェアに上がると思うので見ててください。はい、では皆さん配信を見てくれてありがとうございました。また明日の朝配信でも配信見てください。明日はいつも通りでございます。よろしくお願いします。では13位ふうさん、12位しまかぜさん、11位なおなおさん、10位ひらっぴさん、9位ふろどじゃら、9位ふっさん、8位空色のかもめさん、7位のぞみよごうさん、6位ともさん、
5位誠くん、4位ポンタン、そして第3位がキージェジさん、ありがとうございます。第2位がモンさん、ありがとう。そしてそして今日の第1位がふみさんでございます。ありがとうございます。そして1番人の皆さん見に来てくれてありがとうございます。終わる、少しで1万人ありがとうございます。もう終わりますが、配信を見てくれてありがとうございました。またね、またねあ、そう、六本木のアイドルフェスの方にも出させていただくというね、あの情報も解禁されたということで、皆さんのお越しをお待ちしております。あれ、もう有観客、有観客だよね。まあ今んとこ、まあ、そのちょっとまだ分かんないですけどもまたちょっとチェックの方よろしくお願いします。六本木でお会いできるように。はい、では皆さんありがとうございました。おやすみ、いい夢見てね。今日はどんなのがいい、どんな、どういうこういう夢がいい。ギロポンギロポン。行きます。今宵もまた夢で会いましょう。ということでおやすみなさい。